初めてのポケットモンスター。ポケットモンスター、縮めてポケモン。それはたくさんの謎を秘めた不思議な生き物。最新作「ポケットモンスターブラック・ホワイト」では登場するポケモンが一新。シリーズを経験していない初めての方でも気軽に楽しめます。主人公のあなたはポケモンを育てる人、ポケモントレーナー。まずはパートナーとなるポケモン選び。3匹のポケモンの中からお気に入りの1匹を選び、共に冒険の旅に出ます。世界中を旅しながらたくさんの人と触れ合い、あなた自身が物語を通して成長していきます。ポケモンとの出会い。旅の途中、あなたはたくさんのポケモンと出会うでしょう。人間と仲良く暮らしているポケモンもいれば、草むらに生息しているポケモン、洞窟に生息しているポケモン、水の中に生息しているポケモンもいます。中にはめったに見ることができない伝説のポケモンも。ポケモンを捕まえて育てる。旅の途中に出会う野生のポケモンはモンスターボールと呼ばれる道具を使って捕まえることができます。捕まえたポケモンはあなたの仲間となってバトルを重ねることで成長していきます。中には新しい姿へと進化し、さらなる力を発揮するポケモンもいます。育てたポケモンでバトル。バトルはポケモンの覚えるさまざまな技を使って戦います。技には相手のポケモンのタイプとの相性があり、バトルに大きく影響します。時にはポケモンを入れ替えて使い分けることも大切です。主人公の挑戦。行く先々の街にあるポケモンジム。ポケモンジムはポケモントレーナーの力を試す場所。ここにはジムリーダーと呼ばれる強力なトレーナーがいます。彼らとポケモンで対決し、勝利の証であるジムバッジを集めることで、あなたは最強のポケモントレーナーへの道を切り開いていきます。通信で広がる遊び。ポケモンの世界はあなた一人だけではありません。友達とポケモンの交換をしたり、ポケモンでバトルをしたり、人と人だからこそ広がるとても自由な遊びが楽しめます。初めてのポケモンと出会う旅。誰にとっても完全新作。ポケットモンスターブラック・ホワイト。